今日はカラーリングファームさんに取材に来ました。カラーリングファームさんは平成23年4月に久留米市北野町で設立されました。ラディッシュ、ほうれん草、水菜などの栽培のほか、ラディッシュの酢漬けの製造販売を展開されてあります。それでは行ってみましょう。筑後信用金庫と久留米大学による地域経済情報誌古今日記との共同企画として DX に取り組む企業へ久留米大学生がインタビューを行いました。御社の歴史と現在の事業内容がどのようなものか教えていただきたいです。先代が、ずっと農業をやっててですね、今うちがメインで作ってるラディッシュ、20日大根ですね、を作り始めてですね、今40年ぐらいになります。味はですね、大根なんですよ。外側が赤みがあって、スライスをカットすると中は白の、生産している20日大根ラディッシュの生産量がですね、全国の10数%ぐらいうちが生産をですねしてます。自社の商品でお客さんに貢献できることは何かなと。やっぱり社員さんがですね、生き生きと働ける環境になってるかなというのは非常に意識してます。販売先さんから増産をしてくださいとか、そういうの声をですね、非常に今もらってるし、やっぱ安定生産を非常にこう求められてるっていうのはあります。加工品の製造も増やしていきたいなというふうに思ってます。どのような DX の取り組みを実施していますか？自社のですね、受注から、製造出荷までをですね、アナログでやってたんですけども、そこを、デジタルにして、より早い対応ができるように取り組みました。データのですね、がしっかり残るんですよね。今週は、何キロ出荷します、来週は何キロ予定が入ってますっていうようなですね、集計がもうすぐにできるので、データを活用するメリットがですねあるなというふうに今思ってます。スマホからこう入力をしてですね、いつどのハウスに誰が何をやったかみたいなのをずっと入力をしてます。学生へのメッセージをお願いしたいです。自分が知らないところにこうやっぱり積極的に出ていくっていうのをやったら非常にこういいんじゃないかなというふうに思ってます。一番おすすめするのはやっぱ海外にぜひ行ってもらいたいですね。出荷数が多くなってきて、アナログで対応するのが難しくなってきたため、 DX を導入し始めて、受注や出荷のデータを活用して業務を進めていると聞きました。 DX を導入したことでより早い対応ができるようになったり、業務の効率を向上させることができるようになったなどの効果があったそうです。中小企業ならではの良さで、一人一人の業務に関わる機会が多く、従業員さんの自社でシステム開発に取り組もうとしている姿勢がすごいなと思いました。また DX 導入に柔軟に対応しようとする意識の高さもすごいなと思いました。将来的には IT 技術者を採用して自社開発を進めていくことが目標だと聞いて、農業の知識と IT の知識どちらも持った人材が必要になってくるなと感じました。私もカラーリングファームさんのようなやる気があふれる会社で働きたいなと思いました。久留米市 DX 取り組み企業と古今日記はこちらを見てね。